この独特の駅舎ですが、東京から、ずっとね西に向かって走ってくる中央線の、終点高尾駅です。こちらにですね、僕が国分寺から乗ってきた快速が止まってます。東京行きとして引き続き折り返すんですが、今日はですね生まれて初めてこの高尾から先甲府までですね中央線で行きます。中央本線でね、行きます。このようにですね中央線の各駅停車、快速なんですが、この先高尾からさらにね大月まで行く電車も毎日1本とか2本走ってるんですが、それより先甲府、小淵沢、それから松本などに向かう電車となるとかなり少なくなっております。昔はですね新宿発の松本行きとかそういう電車も運転されていたんですが、現在この高尾から先特に甲府とか小淵沢に向かう電車というのはほぼほぼこの高尾から出発するようになっております。特急あずさ、海地は新宿からね、ほとんど東京一部千葉からも行くんですけど、各駅停車に関してはこの高尾からね、次のこの7時7分発がちょうど折り返してやってきましたが、ある程度ねこの時間帯人がいらっしゃるんでカメラのアングルが上方向に向いていて恐縮なんですが、どういう景色が撮れるのか見れるのかというのがもう非常に楽しみです。でこちらには、中央線が止まってて、でこの先にはですね見えますかね、こちらも同じように新宿まで向かう京王線の高尾駅があります。京王線はこの先ですね、高尾山口まで、行きます。高尾山のねもうすぐ手前麓というか、登山口のすぐ近くの高尾山口まで行くんですが、なんだ、お、こちらに、新宿に向かう方面の、八王子から新宿にちょうどこの合流する北の行きが止まっております。向こうの方面が高尾山口です。特急電車だとですね高尾は止まりませんので、2駅手前の八王子から甲府まで1時間弱なんですが、この各駅停車ですとおよそ1時間半ぐらいかかるのかな、特急で行くと便利なんですが、ちょっと味気ない、中央線特に初めて乗りますんで、ちょっとのんびりね景色を眺めながら甲府まで行ってみようと思います。どうぞよろしくお願いいたします。あと電車はですね、以前群馬でも高崎から水上まで乗った電車211系211系でございます。これも国鉄型の最終版あたりに製造された電車です。なのでかなりのベテラン選手です。これから向かうこの高尾から先甲府方面なんですが、開通したのがですね1901年から3年の間に開通しているので、だいたいもう120年程度一番長く経ってるんですね。昔の技術で引かれた路線ということもあって、もうこの先かなり山あいを走っていくわけなんですが、かなりね、そういう勾配とかカーブを避けて、走っているというところもあるので、そういうところもぜひご注目をいただきたいところでございます。さすがにね全面展望のところはちょうどね運転手さんの後ろの席全部、幕が降りてますんで、この先トンネルが多いんでね、ということでもうところどころ横からの
景色をお楽しみいただきますので、よろしくお願いいたします。東京行きのね、通勤快速が走っていきました。以前乗った高崎地区のですね、認知地形は全部横並びのロングシートで、運転されていたんですが、この中央本線の認知地形はこのように向かい合わせのボックスシートと一部横並びのシートが並んでいる、セミクロスシートというんですかね、そういう仕様になっております。車内はこんな感じです。甲府行きの中央本線の普通電車ですが、発車して間もなくはですね、左側に京王線のこの高架を見て、西に向かって走るんですが、すぐにこの京王線は高尾山口方面に向かうように、大きく左にね、分かれていきます。高尾を出てすぐなんですが、もうすでにね、もう山の中を通るような雰囲気になります。京王線はね、高尾山口までに行くのにトンネルをくぐるんですが、この中央本線はね、山をこの山の谷を沿ってみたいな感じで走っていきます。ここは多分切り通しになっていると思うんですが、高尾を出てすぐなのにもうこういう風な景色が、広がっております。もうこの左手あたりは高尾山とかになるんですかね。車内の逆側を見てみると、民家が立ち並んでいるんですが、また左側に目を戻すとですね、ここも民家がまた立ち並んでおります。ちょうど谷間あたりになるんですかね。もうしばらくこういう風な景色が続いていきます。までのいわゆる中央線と呼ばれる区間を過ぎるとですね、この中央本線高尾から塩尻までの間は中央東線とも呼ばれることが多いんですが、 駅の間の間隔が相当開きます。この立派な高架はですね、ちょっと地図を調べても見当たらなかったんですが、おそらく圏央道の高架だと思われます。東京周辺の外周をね、この、一周まではいかないんですけど、ぐるっと回る圏央道がこのような新しい高速なのでね、圏央道のガードをくぐる前に、トンネルに入りました。でこっからはですね、どこまでだったかな、円山、山梨の円山までの間はですね、もうトンネルが非常に続くキック感なので、もうびっくりですね、山岳路線さながらの様子です。高尾を出てからまだそんなに時間も経っていなく、また次の駅の相模湖にもついていないんですが、もうどうですかね、大自然の中を走るようなそういう景色が広がってます。でちょうど分かりづらいかもしれませんが、この日は雨がね少し降るような、あまり天気が良くない日でもあったので、水墨画みたいなね、そういったこの見た目になっておりました。
電車は割と長い新小仏トンネルに入りました。このトンネルは1964年に開通してます。この区間は1901年に開通してるんですが、高尾から次の相模湖までの間、複線化されたのが1964年です。新宿方面上り線の小仏トンネルは1901年に開通してるんですが、この甲府方面の下り線はこのように1964年に開通してます。小仏トンネルの方はですね、古いトンネルなので、トンネルの断面が非常に小さいという特徴を持っているので、この区間を走れる車両というのはパンタグラフの折りたたみの制限がある、この小さいようなね、そういった特殊な車両が使われております。長く続いてきた新小仏トンネルももうすぐ抜けるんですが、高尾から次の駅の相模湖までの駅間距離が 8.5 キロもありますんで、まだまだ電車は止まりません。あ、失礼しました。 9.5 キロですね。だいぶ駅間が長いです。ようやく長いトンネルを抜けて、電車は神奈川県の相模原市に入っております。次の駅の相模湖とその次の駅藤野の2駅は神奈川県の相模原市の所属です。相模原市本当に広いですね。ようやく電車は最初の停車駅相模湖に到着いたします。
相模湖を出た後も次の藤野駅の間も大きなトンネルがあります。結構民家もね沿線に並んでいて、ここもまだまだ東京の通勤区間の十分な範囲内になっております。ここで向こうの山の方にですね、封筒にハートのシールをしたような何かわからないものがあったので少しカメラをアップにしたんですが、ちょっとググってみてもね、あれが何で何なのかが全くわかりません。もし情報を知っている方教えてください。高尾を出てですね、先ほどの相模湖とこの藤野駅だけ神奈川県なんです。その後は山梨県に、甲府まで、走ることになります。
電車は間もなく人口 2.2 万人の山梨県上野原市の玄関口上野原に停車いたします。山梨県の最東端の駅です。ちょうど今上り方面の高尾止まりの電車とすれ違ったんですが、ここも十分東京都内までの通勤範囲内で、例えば新宿まで直通する特別快速とか通勤特快とかに乗るとですね、だいたい1時間程度で新宿まで出られてしまうのがびっくりです。こんな山の中なんですけどね、電車って便利ですね。ちなみにこの上野原駅ですが、以前は、特急開示号下りが1本上りが2本停車していたようなんですが、2017年の3月4日からのダイヤ改正で今は特急は全て止まらなくなっております。電車は塩津駅に停車いたしました。この塩津駅の右側のホームに目をやるとですね、東京行きの通勤特快が停車しておりました。向こうにはね、いい
233系が止まっています。東京行きです。こんなところでもう東京都内までの通勤圏なんですよね。今この部分はアフレコで声を入れてるんですが、ちょうど大月の手前あたりまでですね、この僕が乗ってるボックス席のところには僕が一人になっていたり、周りにもそんなに人がいなかったので、まあ、小さい声ではありますけども車内からちょいちょい音を入れております。やっぱりね、後から声を入れる作業をすると当時のことを忘れてたりするのでね、アフレコと電車の中で音入れした内容で重複する部分が結構あったりしますが、ご了承いただけたら幸いです。
さっきの塩津駅に続いてこの柳川駅の過ぎたところでもこのように東京方面に向かう、電車とすれ違ったんですが、この電車はですね、なんと川口湖からやってきた電車で、川口湖を6時15分に発車して新宿到着が9時7分、東京には9時22分に到着するというかなり長距離を運転します。それとですね、土日についてはさっきの川口湖発の電車はですね、特別快速特快として運転されるようでして、新宿には8時43分、東京には8時57分の到着となります。多分ね、富士山が見える方向だと思うんですが、どうも富士山との相性が悪いですね。でもこんな感じでね、非常に幻想的な風景が続いてます。電車は大月市に入って鳥沢駅に到着いたします。かつては緑の窓口も設置されていた駅だったようなんですが、今は無人駅になっております。今鳥沢という駅に止まっています。この鳥沢駅を出ると次の猿橋の駅までは、上下線それぞれこのバラバラに走っていくんですね。複線化した時に新しくできた方が新宿方面、東京方面の上り線で、こちらの甲府に向かうこの下り線については1902年の開業当時の線路をそのまま使っております。
車は間もなく猿橋に到着いたします。1902年の開業当初から1918年までは同じ字を書いて遠橋という呼び名をしていたようです。ちなみにこの駅は日本三奇橋の一つ猿橋の最寄り駅でもございます。甲府まで向かう初めての中央本線第1回目の今回はこの猿橋駅で終わりとさせていただきます。次回以降もどうぞご期待ください。よろしくお願いいたします。長い間のご視聴いただきありがとうございました。